はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強モンスターを厳選していこう。やっていきたいと思います。最強のモンスターは誰なのか。それは間違いなくこのモンスターでしょう。ナイトファイラスですね。他にもバルデバランやサタンジェネラルもいるんだけども、まあナイトファイラスで間違いないでしょう。では厳選をしていきますね。ナイトファイラスがいる場所はもう決まってます。ここにしか出現しません。地図を見てみますと、ここだね。三連の駅に降り立ちまして上に行って、テラーザ岳のこの辺りですかね。この辺りにおります。うん。まあ、ダッシュを使うモンスターを使っていけば、もうすぐに到着することができるので、行ってみてください。ノンストップでやっていきますね。で、厳選の方法ですけども、振り返ると、モンスターが変わるやつ、あれを使ってます。うん、もう、いろんな記事とかで出てるので、知ってる人も多いとは思うんですけども、俺もそれを使ってます。で、これ多分修正されるんじゃないかなと思うんだよね。あまりにも簡単すぎる。うん。これで厳選したらね、もう簡単すぎるもんね。で、これ、サタンジェネラル、1体しかいません。で、一応厳選方法を知らないっていう方は、ちょっと、ここで説明しますね。まず、モンスターがいます。で、それがちょうど見切れるぐらいのところに行って、で、R3 を、押します。そうすると、反対側を向くんですよね。反対側。自分が向いてる方。で、そして、またさらに、お目当てのモンスターのところを見ると変わってます。まあ、今回は一発でナイトファイラスに変わったんだけども、これを何回かやると、必ず変わりますので、やってみてください。うん、まあ、詳しく知りたい方は、記事を見てください。ドラクエトレジャーズ厳選ってすれば多分いっぱい記事が出てくると思うので、探してみてください。では行きましょう。まずはスカウト団ですね。特があんまり持ってないのでジョーを俺は使ってます。はい、倒しましたね。あ、今回は仲間になりませんでした。でも大丈夫です。で、お宝が出るので、お宝はね、取ってください。そうするとライバル団が出てきて、倒すことができます。ライバル団からは、虹メダルか、虹コインか。あれがね、めちゃくちゃ出やすいので、絶対宝箱は取るようにした方がお得です。で、倒しましたらば、まあ、大体この辺でいいです。この辺まで戻って、セーブですね。セーブをします。で、セーブをしましたら、すぐにロードをしてください。ロードで戻ってきました。そうしたらば、またね、湧いてます。あ、もう、運がいいな。ナイトファイラスでそのまま湧くことは、あんまりないです。サタンジェネラルですね。で、出たらば、また後ろを向いて、R3 を押して、振り返る。まあ、その繰り返しです。今回はちょっと運が良かったね。まあ、とりあえず倒しましょう。スカウト弾を撃って。まあ、そんな問題なく倒せるとは思います。まあ、レベル70なので、ちょっとは強いのかな。ああ、また仲間にはならなかった。まあ、3回に1回ぐらいですかね。仲間になるのは。まあ、徳を使えば、一発でなるのかもしれないんですけども、ちょっと徳がね、キングスライムたちの王冠、あれがすごくいるので、あんまり持ってないんですよね。では、これを、もう一回繰り返してみますね。セーブをして、んで、ロードですね。戻ってきました。今度はサタンジェネラルでしょう。サタンジェネラルだね。で、ここがね、敵が見切れる場所っていうのが難しくって、俺のおすすめがね、ここら辺で、カメラをここら辺上に向けるんですよ。そして、こっちに向けて戻って、またカメラを上にする。それが
簡単だと思います。うん、いろんなところに行くよりも、だいたいあそこに固定でいて、上から視点を下ろして、変更していくっていうのがいいですね。まあ、おちょっと待って、これ、剣の色違わん？剣が、これ真っ青な、あ、これ、おしゃれさんだ。おしゃれさん欲しい。あ、ダメだったダメだった。うん。あ、ちなみにこの俺が持ってるバルデバラン。この子は、おしゃれさんですね。剣がピンク色です。うん。あ、今のは、水色の剣を持ってたなぁ。おしゃれさんだった。はい。まあ、とりあえず、こんな感じで、ナイトファイラスを厳選していきましょう。とりあえず、1時間しようかな。1時間厳選して、出るのかどうか。それを、やってみましょう。しゃあ、よし、おしゃれさんだったぞ。ゾリアスイ、モラー、スラムダンク。よっしゃー、ライバル団倒したー。こんな風にね、二次コイン出てきまーす。それでは、これを、ラストにしたいと思います。うん。もう1時間ちょっとぐらい回ったかな。なので、これを最後にします。ナイトファイラス出た。で、ちょうどね、ライバル団も出てきそうなので、ちょうどいいかな。おー、ちょうどいい。ナイスめちゃくちゃ良かった。で、最後に、二次コインも一緒に出てきてくれればすごく嬉しい。結構出るんだけどね。どうだ？二次コインは、あ、仲間にはならない。あー、金だったー。はい、1時間終わりまして、何体倒しただろう？ 49 体。うん。んだから47体ぐらいかな、今回倒したのは。うん。かなり倒したと思います。1分ちょっとに、1体倒せるっていう計算だね。はい。では、戻って、どんなやつが出てるのか、見てみましょう。理想個体出てるよ。それでは見てみましょうか。どうだろう、何体ぐらいいるかな。47体ぐらい倒して、お、いるいる、4、8、12、おお、しょ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 、すげえいる、すげえいる。で、基本虹色がレアが出やすいかな。うん。で、理想個体は特技が5個あったがいい。うん。4つ、5つっていて、5つ持ってるのがかなり稀にね、いるんですよね。見てみましょう。まずこれ虹だね。あー、ベホマ持ってるんだ。うん、でも4つじゃなくて俺は5個が欲しい。ミラーボディ、跳ね返すんだね。こっちは、あー、こっちも4つですね。まどろみの使い手。おー、物理攻撃で眠り状態にする。おー、強いんじゃない？歌舞伎者は狙われやすくなる。おー、いいね。で、こっちも虹。特技5つ持ちがなかなかね、はー、出ないね。5つ持ちはなかなか出ないです。まどろみとミラーボディ。あー、これはいいかもしんないね。うんうんうん。特性は、この二つが入ってるのがベストかもしんないね。まどろみとミラーボディ。うん、欲しい。で、マヨネはどうだ？あー、ダメです。おしゃれがいないね。あー、この虹も4つか。まどろみ、ミラー。くるぶし！あー、4つ。ホーリーラッシュ。もう初めてかもしんない。いいんじゃない？ああ、ちょっと違うやつが来たね。ジャックは、なかなか特技5つっていうのがないね。ああ、もうダメか。ゴンシュは、ダメですね。こっちは、ダメだ。特技が5つ持ってるやつが、どうだ？ダメか！ダメだー。最終的にこの3体に、絞り込みました。
これはね、とにかく普通のやつだね。うん、よく出てたやつ。まどろみの使い手のミラーボディ。そして、この特技ですね。で、このヤスケが、特性は一緒なんだけども、特技にベホマじゃなくてホーリーラッシュが入ってるっていうやつですね。これが結構珍しかったので、強いのかもしれない。で、オドリアム。こいつが、特技は普通なんだけども、特性で、まどろみと一匹狼があるんだよね。一匹狼って結構俺好きで、これにしようかな。実際どうなんだろうね。ベホマは必要なのか。ヒーラーはヒーラーに任せた方がいいような気もするんだけどね。まあ攻撃特化の俺はこいつにしようかな。ホーリーラッシュが使えるし、ヤスケに決定だ。今日から仲間だ。で、実際のところ、サタンジェネラルの技は何がいいんだろうね。結構持ってないな。結構持ってない。そうか。一個はベホマだね。あ、多分、ホイミ、ベホイミ、ベホマ、じゃない？多分ここが。で、この下がわからないね。なんか特殊なやつが一つありそうな感じですけども、今回はちょっとここが出なかったね。まあおそらく100体ぐらい倒した頃に、またそういうキャラクターも出てくるのではないでしょうか。はい。ということで、今日はですね、ナイトファイラス、厳選してみました。1時間で47体ほど倒すことができて、そこそこの個体がありましたけども、最強はね、出なかったな。やっぱり特技は5個持ってた方がいいと思うし、一番下の隠されたハテナの技、あれが強そうな気がするんだよね。もう少しね、厳選をしてみます。で、この厳選方法、結構お得ですので、皆さん試してみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。